っち来てほしい、ペコ、ええちゃん、こっち。はい、行きます、行きます。あっち見て。あっち、あっち。ペコラが見れる。やばい、今。でも、ええちゃんと絡んだことなかったか分かんなく、こんな面白い人だったんだ。確かに。ありがとうございます。見た目つまんなそうに見えますよね。そんなことないペコよ。ええちゃん。あれ、もしかしてこの声。もしかしてこの声。え、なんか。高木先輩、私はこの画像仮面だ。新相場に来たの。来ましたね。黄色、黄色衣装ですね。早かった来たのが。お前たち、聖地犯人、今日は謎々を持ってきたぞ。お、こんな、あ、いるペコ、A ちゃんのところに。謎々の犬か、かっこいいペコ。うん。仮面つけてるペコよ、初めてかっこいいって言われたぞ。じゃあみんなでじゃ協力して考えてくれ。はい、なぞなぞです。はい、人間じゃなく紙でできたスターってなんだ。え、紙でできたスター。紙でできた星様スターってなんだ。紙でできたスター、ペーパーマリオ。確かにある意味スター。待って、全然思いつかない。紙ってペーパーの紙ですか。そうそう、ペーパーの紙だ。あ、ヒントくれるんだ、優しいですね。目がシって呼ぶからシスター。ああ、えそうです。すごい、違う、あ、違う。紙なんだ、紙なんだ、紙なんだ。これ答えじゃダメですか。なんだ、わかるかな。紙、ほら、読めになってしまうぞ。落ちちゃうぞ。お、ポスターは違います。正解だ。なるほど、よし、正解だ。よし、ネオポスター。ネオポスターか。さすが仮面さん、難しかったですよ。全然違うことを考えて、なんか姿勢かなとか、なんかわ姿勢。あ、ふぶき先輩戻ってきた。ペコ、おかえりなさい。わかってこれたよ。わかりとられたわ。遅かったから心配した。ペコ、よかったよかった。大人さまかった。本当にまたあのバカ来たのか。いい問題出してくれましたよ。本当にペコ、お礼を伝えといてください。あ、なんか見つけたら言っときます。はぁ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 。私の名前はなぞなぞ仮面だ。きたー、なぞなぞ仮面。アークでうんちを探しているお前になぞなぞを持ってきたぞ。はい、なぞなぞ仮面さん、一体何でしょうか。では問題です。はい、食べると安心するケーキってなんだ。食べると安心…はぁ、思いついちゃいました。はぁ、さあ答えてみよう。ホットケーキ。君はホロライブ1の天才だ。やめれた。そんなあなたにうんちをあげよう。ブリ、あ、ブリブリ、ブリブリ、どうぞ。これ世界一周の旅ってどれぐらい金かかるんだろう。看板書いて生きていきたい。推進式のお祝いさせてくださいね。首謀者ポルカでした。よし、パンはパンでもかけるパンでなーな、なぞなぞ仮面より。オッケー、なぞなぞ仮面の代理にしてやったぜ。なんこれ、 TNT ハウスかい。お前がホロックスの頭脳と聞いてな、はい、本当にその頭脳が正確なものなのかをちょっと測りに来た。はい、あ、それはもちろん大丈夫ですよ。なぞなぞは声得意なので。本当か。はい、あ、ちなみに私はそれではないのだな。これこっちにできるか。こっちに、こっち、あ、なるほど。なちょっとその人知らない人なんだな。 あ、なるほど。それがもし答えることができたら、お前はもう天才ということだ。あ、もうこれはホロライブの頭脳と言ってもいいですか。そしたら、そうですね、ホロライブの頭脳と言っても過言ではない。だがもし答えることができなかったら、はい、あの、白衣小百合アットマークポンコツで、あ、
頼むな。ツイッターの名前を変える的な。ツイッターのポンコツってことだな。かしこまりました。1週間かけましょう。1週間もかけるのか。なかなか、はい、なかなか意気込みがいいな。はい。まあ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 、簡単といえば簡単だからな、この問題。まあ、誰でもきっと解けるだろうが、お前ならきっともう秒で解けるであろう。いくぞ。はい。ウサギ、バッタ、カエル、おーいと呼びかけても振り向かないのは、この3つのうちどれ？ウサギ、バッタ、カエル。え？おーいと呼びかけても振り向かないのは？耳がないとか、でも謎だから。はい！お、バッタで！その理由は？なんか、聴覚なさそうだからです！三角だお前中途半端な答えをしちゃって申し訳ありませんたったわだな。はい。虫だろ。はい、虫です。つまり多いと呼びかけても振り向かないってことは無視をするんだ。あーすごーいすごいぞ。おい、ズノ。すいません、すいません。でも当たりましたよね。まあ当たっとといえば当たったから中途半端だ。なごめんなさい。ごめんなさい。だからこれからもな、先輩たちが来ると思うから、はい、まあ精進していくように。はい、ありがとうございます。ではさらばだ。一週間アットマークポンコツで過ごさせていただきます。はっ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 はぁ、あ、はぁ、あ、これ、はあ、この声は私は白神吹雪と見せかけた、はい、このライブメンバーの前に突如現れる謎々仮面だ。謎々仮面？誰だそれ。高根類の誕生日と聞いて、この謎々仮面直々にお前に謎々を持ってきた。何ですか謎々って。それ答えられたら何かご褒美とかあるんですか？答えられたら誕生日にふさわしいものをお前にプレゼントしてやろう。なんだってこれは。だが、はい、間違えた場合お前に屈辱的なものが送られてくることだろう。屈辱的な、なんだ。そうだ、これを配信画面に出すかどうかはお前に任せる。わかりました。心して受けて立ちます。はい、では私からの謎謎だ。はい。宇宙にあるお風呂に入っているおばあちゃんの職業ってなんだ？はい、スペース宇宙バーがつくだろうな。パバーコンピューターおばあちゃん。本当にそれでいいのか？ファイナルアンサーか？それがいいと思ってるのか？ごめん。お風呂入ったらショートするぞ。大丈夫か？入浴、お風呂、入浴、コンピューターおばあちゃんしかもう出てこなくなってしまった。あ、改めて聞くぞ。この謎々の答えはなんだ？コンピューターおばあちゃん。違いまーす。お前のディストードに屈辱的なものを送ってやる。くらえー。なんで？ちょいや、これちょっと配信で出すのやばいかもしれないけど、こちらいただきます。ちょっと頭に乗っけておきたいと思います、しばらくね。答え何？あ、YouTuber。 いやー、そうか。子供のいろは聞こえておるか？います。私の名前はなぞなぞ仮面だ。なぞなぞ仮面さん。そうだ、お誕生日おめでとうだ風間殿。ありがとうございます。なぞなぞ仮面さん、前回な、高根類のところに行ってきたんだが、はい、あいつはなぞなぞを解けなかった。だがしかし風間いろは、お前ならきっと解けるはずだ。本当でござるか。まあ、風間ってなかなかやるでござるかな。頭はいいと思ってるもん自分で。うん、勝つとな、まあ、それとなく良いかもしれないお誕生日プレゼントがもらえるのだが、はい、謎々を間違えると、はい、不名誉なものが送られてくるぞ。不名誉なもの？不名誉なものが送られてくるぞ。では、謎々良いか？はい。では問題です。はい。クラゲとカニでは、どっ
ちの方がお金持ちでしょう。えっ、ちちちちちちクラゲとカニ。もちろん理由もちゃんと考えてもらってな。クラゲとカニではどっちの方がお金持ちでしょう。ピンポン。おい、カニ。その理由は高級食材だから。違う。カニは合ってるんだが理由が違う。理由違うんかい。理由は違います。謎謎だぞ。高級食材だからじゃない。じゃあまあ一応な、カニは合ってたからな。じゃあ中途半端なプレゼントをお前にやろう。え、中途半端なプレゼント。中途半端なプレゼントだ、受け取れ。やったー、謎謎カフェン殿、ありがとうございます。いやー、ちなみにな、はい、答えの理由はな、カニはな、はい、直近ができるんだ、うん、ハサミのチョキチョキな。あ、え、かしこ、直近ができ、え、かしこ。カニは直近できるからな。親父ギャグじゃないですか。